名作小説のざっくりショート、作者長井。花粉。タイトル木刀期間中盤、花粉は上海の芸妓や舞妓たちとの交流を深める。その中で彼は、一人の特別な女性と出会う。二人の間には深い絆や情熱が芽生え、一緒に過ごす日々が続く。しかし、異文化の中の恋愛には困難や障壁も多い。中国の伝統や家族の価値観、そして経済的な問題が二人の関係に影を落とす。花粉は、自らの感情と上海の現実との間で揺れ動く。